HH5 アクティ、前回ね動画出しましたが、電動ファンのねモーターの交換していきます。まずねもうちょっとね時間の都合でピンプラスでピンですね外していきます。でピンはねこれね前にラジエーター書いてるのにねちょっといろいろ入れてるので、ね、まあねピン外してプラスね外して、まあバンパー外したとこからいきます。バンパーはねプラスのとこねしてもらって、ここねリテーナーかな、うんリテーナー、ここを刺さってます。よし、でバンパー外れたらね今度ホースのやつ、これね配線はね抜いといて、あとはね12です。ちょっと外したとこいきます。ボルトをね外したらねコンデンサーがねここにね刺さってるので、コンデンサーを抜くような感じで、これのがいいですね、抜くような感じで外してください。次にね、まあ、先でもいいんですがね、このサブタンク抜くだけ、ホースはね、手で抜けます。サブタンクね、外しておいてください。で、カプラーはね、下に押すとこあるのでね、抜きます。で、このね、ファンシュラウド、ね、この透明にね、緩めときます。ちょっとね、緩めときます。で次はね、コンデンサーもね、ちょっとね、一緒にね、引っ張ってくるのでね、ちょっと動くようにね、このネジね、後でね、外します。今ちょっと緩めました。次はね、このつてですね、ここも12で、カバーがねピンで止まってます。3本と配線かな、1個3本ですね。ボディ側ね挟んでもいけたはずです。まあピンはね一緒なんでね、配線も一緒です。外したところ行きます。でカバーいうかね、このラジエーターのね止めてる受けてるステですね、こいつをね外す前にねファンのシュラードのねこれね、これはねもう上が止まってるのであればね下はね外しちゃった方がいいです。外したとこからいきます。ではこんな感じでね、コンデンサーと一緒でねここね刺さってるので、ね、抜いてください。まあ上はね取り付けるとき注意です。差し込んでからねこいつをはめるようにして、であとはねこれホースでねぶら下がってるのでね、あとコンデンサーのここを外してね、ぶっとこっちにちょっと寄せてね電動ファンを外していきたいと思います。コンデンサー外したとこ行きます。まあこんな感じになります。でね電動ファンのねシュラウドね外します。で外してねこいつをちょっと無理くり切って外していきます。こんな感じでね外していきます。で電動ファンをね外すのはね、まずここね8ミリ
1機目ねあります。次にねカプラで挟み込みですね。でこれねちょっとシリコンスプレーを軽く拭いてもらって、でこういう感じでね一回ね軽く動けばいいんですかね、締める方に動かしてから緩めるっていう、ね、結構これね硬いです。で一回ね交換してるんでねちょっと舐めてます。今音分からない、パチッってねちょっと閉まったらね音出ます。外れました。でこの外した位置ね覚えておいてください。で新品ね入れます。こいつがね下になる感じです。でモーターをね締めたら今度ねファンいきます。でカラーもね入ってます。で切りかけあります。で切りかけをねきっちり合わせて締めます。入った感ないですかね、ちゃんと見えます。これでね配線をね通して、でここねちょっと社外品ねピン内です。とりあえずね締めて取り付ける手前からいきます。完成しました。じゃあね取り付けていきます。とりあえずねファンシュラード上から止めました。で次ねこのラジエーターのね下の取り付けステーつけていきます。その前にねコンデンサー仮止めします。上ね、差し込み。下から押してもね、入らない場合はね、ここ入れたらね、すんなり入ります。あと自由に締めて、配線やって、ピンつけてね。で下側のね、電動ファンのシュラードもね、止めたとこぐらいからいきます。タカさん登場。タカさん、車検ね。とりあえずね、電動ファン回るか。あ、サブタンクね、サブタンクつけるの忘れてました。サブタンクつけてね、エンジンかけます。とりあえずエンジンかけて、エアコンをかけて。あ、また。
こまでぶわーって書いてくるよね。だからファンやな。あとはね、サーモが開いた時の電動ファンのね、スイッチとその辺をね、確認していきます。とりあえずね、診断チェックしたらね、異常はないのでね、モニターで見て、オルタネータもね、充電してます。オルタもね、以前変えてね、ちょっと弱いかなと思ったけどね、全然大丈夫です。前なんか水温あったな、ちょっと水温探します。コンピューターにね、温度表示はないですね。ちょっとね、まあ、感覚で行ってみます。まだサーモ開いてないです。ちょっとふかしてね、サーモ開かしていきます。ちょっとね、アクティなかなか回らないですがね、サブタンクね、ボコボコね、泡が出てないのでね、まあ、ガスケットが飛んだりオーバーヒートはねしてないです。ちょっと回していきます。回ったんですがね、取れなかったです。これをね、ちょっと 2,3 回繰り返してね、同じ感覚でね、回るかやってみます。回りました。回ったけどね、すぐ止まりました。まあ、同じ感覚で回ってね、で すぐ止まってで、ボコボコね出てない、まあ、水もね上がってきてない、大丈夫ですね。またね、最終点検してねやっていきますが、水漏れとかね、後ろの水漏れとかもね、ちょっと見てからね納車します。バンパーとかはね、もう逆再生でねやってもらったらいけると思います。まあ、こんな感じでね、作業終了します。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。